ヘキサフルオロリン酸リチウムは化学式がリップ付録と表される無機化合物である。白色の結晶性粉末で水に触れるか空気中の湿気によって速やかに加水分解する。リチウム、リチウムイオン二次電池で使用される電解質を構成するリチウム塩として代表的なものである。粘膜に非常に有害である。飲み込んだり、吸入したり、 皮膚を通して吸収されたりするという害。ヘキサフルオロリン酸リチウムは、炭酸プロピレンや1、2ジメトキシエタンなどの有機溶媒に溶け、リチウム電池の電解液として使われる。ここで、ヘキサフルオロリン酸リチウムが用いられる理由はいくつか挙げられる。しかしながら、以下に示すような欠点もある。このような欠点を補い、高性能化を図るために、 実際の電池においては、様々な添加物や、素性の最適化が行われている。有機合成において、酸級アルコールの、テトラヒドロピラニエル化における触媒に用いることができる。なおはまだ、佐藤常雄、リチウムヘキサフルオロホスフェート、カタライズドエフィシェントテトラハイドロピラニレーション、オブターシャリアルコホールズアンダーマイルドリアクション、コンディションズ、シンレッド。 1802土井10.1055 S-2004 から829,550ありがとうございます。